健康か。最初は母さんにどこか似てる気がしたけど、あの子がいなくなるか。そんな毎日、今さら想像つかないよな。詳しいことは結局聞けなかったな。情けないよな、俺。あの子はいつだって真剣に俺の話を聞いてくれたのに。屋上って、あの子との思い出ばかりだ。本当に賑やかになったよな。まあ、おせっかいが過ぎたり、何度か喧嘩もしたけど、でも、喧嘩なんてこの学園じゃ、誰ともしなかったからな。当たり障りなく付き合う友達との距離感も、彼女にはお見通しだった。何もかも見透かされる気がして、ほんと不思議な子だよな。驚いたかな？突然で。本当は1位になっても、皆川グループなんて継ぐ気はなかった。会社をめちゃくちゃにしてやろうくらいにしか思ってなかった。昨日まで自分の思いにも気づかないなんて。どうしたんだろう。ちょっといいかな。彼女なら家の都合で転校したって今朝担任が言ってましたよ。そっか。他に何か理由とか言ってた？彼女なら多分知っていると思うので呼んできますね。この子が仲良かった子です。ねえ、山岡先輩が聞きたいことがあるみたい。どうも。聞きたいことって？彼女が転校したって聞いたんだけど、転校の理由知らないかな？様子がおかしくなる前、何かなかった？そういえば二日くらい前、昼休み終わった後、かなり落ち込んで帰ってきたから、どうしたのって聞いたんです。そしたら、なんか学園長に怒られちゃったとかなんとか言ってました。ただの冗談だと思って、聞き流しちゃったんですけど。学園長？ありがとう。突然呼び出して悪かったね。あなたが彼女を転校させたんですか？ノックもせずに、一体どうしたと言うんだ？あんたはそういう態度で、彼女をこの学園から追い出したのかと聞いてるんだ！彼女のためだ。彼女のため？
クラブの客と厄介な関係になったと聞いたんでな。彼女のためにも転校させたというわけだよ。嘘を教えてほしいわけじゃない。事実、彼女とお前の中に目をつけていた客がいた。厄介事を起こされては困ると彼女に言ったまでだよ。皆川グループを引き継ぐために何が必要で何を捨てるべきなのか、お前になら十分その判断ができると思うが。皆川グループ、そんなものもともと俺には必要はない。彼女の父はうちのグループの子会社に勤めていてね、お前が彼女にまとわりつけば彼女の家も迷惑するんじゃないかな。結局俺もあいつと同じように彼女を傷つけたんだろうな。でも俺はあいつとは違う。どんなに時間がかかってもグループの権力をすべて手に入れ、彼女を堂々と迎えに行く。